新たな団体戦ね。セアのチームと戦ってみたい。負けられんの。ケニオリュウの迷いは。おじさん、勝ちに行くから。まだ戻る。この試合が今までで一番強い俺だ。運命にするものは運命じゃないんだ。そこまでして悔しさしか残らなかった。君はずっと辞める理由を探してた。もうこれ以上辞めない。そうですね、
なんか今まで一番観客の熱がすごいかもしれないですね、ここが。すごい、なんか山みたいになってるんですよ。本来は芝生が広がっているんですけれども、そうはい、見えない状況となっています。芝生の皆さん。映画ちはやふるについて伺っていきます。2年前の春から物語が始まっていて、それから映画の中でも2年の月日が経ちました。演じていてキャラクターたちの演じた役の成長を感じることはありましたか、ヒロさん。そうですね、今回ちはやふる結びの台本をいただいたときに、ちはやがやっぱ、先輩になっていたというか、ちはやふるの水沢カルタ部の中心のいる立場として何かちゃんと感じているものがあるなと思ったのがすごく、なんか自分の役の中では変わったなと思いますね。後半の指導の映画の中で感じたよね。野村さんはいかがですか。そうですね、今回僕最初から部を辞めてしまうんですけども、上六下六とやってきたんですけど、この結びの真島太一が多分一番かっこいいんじゃないかなと思います。はい、一番かっこいい真島太一が見られるですね。まあ映画館で本当に、真剣佑に負けないぐらいかっこいい主演が見れると思いますので、結びではね、私も映画館で見ました。あ、映画館で社会に見させていただいたんですけど、間違いないです。最後の試合本当に注目だなというふうに。そして、プライベートでも足掛け3年の月日が流れました。この間のご自身の変化成長はどうでしょうか、平瀬さん。変わったことはありますか。個人的にはそんなにないんですけれども、前回の作品に入るときに映画が2本目だったのです、早くりが。だからこの2年の間に結構なんかたくさんの経験させてもらった、やっぱ量が全然今と2年前とは違うなって思いますね。3度目の殺人では、日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞しました。ありがとうございます。俺何ももらったのかも。ありがとうございます。本当に大きな人が受賞されて、お気持ちの変化もありましたか。でもそのアカデミー賞でその賞をいただいて、こう名前を急に呼ばれるんですよ。でこうステージの上に立ってお話をしなきゃいけないみたいで、事前には分からないものが本当に直前に分かるんですけど、この瞬間になんかその時にちょっと、なんか前だったら絶対夢の世界で想像してたような景色のところに今いるかも、今日はちょっと思いました。高校を卒業されて、学業との両立も大変だったと思うんですけど、そこから社会人としての女優業に変わった時のこの気持ちの変化もありましたか。それがないんですよね。そうなんですか。なんかお仕事をしてても役で高校生やってたりとか、今もそういう作品もあるので、なんかあんまりないです。一つ一つこなしていたら今があると。そうですね、だからなんか普通に毎日楽しいはずっと変わらず、映画にドラマに出演も本当に穏やかで忙しい日だと思います。そして野村さんはこの3年での変化はどうですか、はい、プライベートは。僕はそうですね、アカデミー賞はテレビで見てたからなって、はい、いいなと思いながら、いつもらえるのかなと思いながら頑張って、この結びでね、ちょっと助演賞ぐらいはくれるんじゃないかなと思って。そうですよね、いや多分面白いスピーチできると思うんですよ。笑いもぜひ、お茶目な方ですね。いきなり全然話題変えられたけど、お茶目なんです。はい、そんなおちゃめな野村さんがプライベートでワンちゃんを飼い始めたんですか。はい、ワンちゃん飼いましたね。何犬を。でもボーダーコリーという、ね、犬種なんですけど、この話いります。知りたいですよね。
いや別にあれですよ、僕のインスタグラムとか見てもらったらもう全然わかりますからもうね。お客様見てますよって言われてました。皆様のおかげで友達が生きてきてありがとうございます。感謝の言葉も出ました。さあそしてですね、ちはやふる結びの撮影現場の様子について伺いたいと思います。髪の毛下の毛と比べて変化はありましたか、広瀬さん。ありました。まあ僕は2歳年取ったってぐらいなんで。山田さんおいくつでいらっしゃるんですか。僕今24ですね。で、髪の下野くんの時は21とか、その時16歳とかだもんね。髪の下野くん16歳でしたね。まだまだそのなんか赤ちゃんって感じだったもんね。16歳でそう、なんかまだみんななんか子供って感じで、子供ちゃんって感じ。じゃあ山田さんのちょっとお兄さんですかね。いや、あれあれ、まあ、最近ちょっとお兄さんできてるよね。あ、この2日間すごい感じたんですね。最近よく助けてますけどもね。あれ、じゃあその、なんて言うんでしょうね、ジェネレーションギャップというか年齢差感じることはないですか、お互い。ないよね。ないですね、うん、え、そうなんですか。多分感じなきゃいけないと思うんですけど、なんか俺が感じなきゃいけないんだよ。俺が多分もうちょっと大人になってみんなを引っ張っていけばいいんだけど、みんなと同じ目線にいちゃうから。でもそれがものすごい今回私たちのちはやふるのこう出来上がったきっかけといいますか、なんか水沢が一つになった時にさ、こういつも天使を保たせてくれてるのが樹平君でした。現場のムードメーカーを上げてくださいと言ったら野村さんですか。そうですね。実際否定しないんです。わかんないですけど、はい、マッケンユーさんはどんな雰囲気ですか、現場では。マッケンユーどんな雰囲気ですかね。あんまりね、一緒に撮影しないんですよ。あ、そうなんですか。他の、学校というか他の県に住んでいる設定なんで、たまに会うとね、なんか、マッケンユーパワーがすごいですね。なんかまた水沢を感じたのとは全然違う、強そうなオーラがすごい、それやっぱりこう方向が違うとカラーも違ってくるんですね。全然違うよね、なんか、私たちちゃんとしなきゃって思うから。マッケンの時、マッケンと帰った時、撮る時だけなんかね、あの格闘技があるんですね。なんかね、体ごとくるんで痛いんですよ、彼と撮ると。なるべく彼と一緒に練習したくなかった。ちなみに競技カルタは皆さん本当に長く練習されて臨んだんですか。試合のシーン、ちょっと臨場感があって、前回はやっぱりこうトルクだとか位置とかなんとなく決まってて、今回はここですとかっていうちょっとまさにですね、今回の時計は実際に試合形式みたいな感じで、実際に撮り合ってるシーンの中、カメラマンさんが自由に撮って長回しで何試合、何試合というか何回か札を読んでもらって、実際にそれ自分たちで試合で撮ってるっていう撮り方をしてるので、そのみんなの結構マジな顔とか、マジな顔してはたぶん役とこうなんかすごくリンクしている瞬間があって、やっぱそのシーンは結構見てても、髪の毛下の毛では見たことのない表情だったり、緊張感があるなとは思いました。結構こう臨場感がある形相をされてますもんね。形相、顔つきがもう本気っていう顔でね、カルタしてましたけど、朝お話聞いたところ、学生の皆さんも結構会社にいらっしゃるということで、はい、もし覚え方のコツがあれば、野村さん何かありましたか。いやもうあれは勉強ですよ、僕らからすると。なんか本当に、なんか、決まり字というものがありまして、はい、それを、この下の方にちょっと書いて、これは、これ、すごい、これは何の決まり字だとか、決まり字をめくって、そういう覚え方をしてましたね。じゃあもう、結構、地道に皆さん暗記されたっていうことなんですね。そうですね。じゃあ、勉強は地道さが大事だそうです。ちはやふるといえば、本当にキャストの皆さんが豪華で美しくて、そしてかっこいいという皆さんの印象もあると思うんですけれども、野村さん、ちなみに魅力的な女性も。